やばし。今日はね、マジでやばし。めっちゃ可愛いね、商品発見したから、早速ね、買ってきた。ちゃんと氷見てくれ。なんて可愛い。鳥まんじゅう。めっちゃ可愛くない？あのね、小鳥の中に一つだけ和菓子が見ているこの目線。めっちゃ可愛くない？ほら、大福があってね、その中に文鳥が混じってるこの奇跡めなコーナー。なんて可愛い。鳥まんじゅう。The two double little birds and a rice cake. Wow. And I'm sure you guys know what I would get. Look at this. Here. 俺の大好きなスズメちゃんがいいんだよね。で、気になるね、ラインナップ。文鳥といちご大福。うわー、可愛いし。もうさ、もう写真の時点で可愛いんだよね。あとはどれくらいでかいか。あの、結構重いから、でかいと思うんだよ、かなり。文鳥と黒ごまいちご大福。うわ、めっちゃ可愛い。これさ、多分さ、まんじゅう見てて、あれ、文鳥似てねえみたいな。これ、見てて、あれ文鳥似てねえみたいな。セキセイインコと練り切り。練り切り見てて、あれインコに似てねえみたいな感じになってできた商品なのかな。いやー、すげえかわいいな。インコも欲しいけどね。やっぱ文鳥、このいちご大福。俺大好きないちご大福だからさ、こっちやめんだって。マザー見てくれ。マザーね、マザー見てほしい。このかわいい、あーかわいいラインナップ。そしてね、トゥルトゥルトゥルトゥ、いた見た。めっちゃかわいい。スパロー。スズメがいいんだよね。スズメと焼きまんじゅう。これがね、もうナンバーワンで欲しい。あー、かわいい。もう写真の時点ですげーかわいい。本気欲しい。どうしよう。出るかな。やばい。緊張してきた。でね、これだけじゃねえんだよ。何がすごいかって、ここ見て、ここ。なんとね、盆と楊枝ついてる。奇跡ミラゴ。飾ってかわいい。盆と楊枝もついてるよ。何この奇跡ミラゴ。めっちゃかわいい。じゃあね、とりあえず俺はもうね、スズメを狙って、今から開ける。みんな願ってくれ。スズメが来ることを。いや、みんなもぜひ買ってみて。まだ中身見てないけど、これは絶対可愛いもんだと俺はもう確信があるから、写真を見る限りはもう100点満点なんだよね。めっちゃ可愛い。あとはまあ一応ね、クオリティを見ようと思う。今からみんなでね、よし行くぜ。まあみんなさ、もう俺の動画ずっと見てる人は俺の好みわかると思うんだ。文鳥がさ、これだからちょっとね、まあつまんないと思うんだけど、でも欲しいんだもん、文鳥とスズメ。頼むぜ、来てくれよ。行きます。親指、親指、ズボシ。はあ、緊張する。この中身のわからないおもちゃ開ける瞬間、アドレナーリンリン。ああ、嘘、髪が。sorry sorry、 みんな sorry、 むせた。髪潰しちゃった。バカバカ、俺の握力なんて。お、待って待って、これ進めるぞ。待って、あ、そういうこと。ビビッとスズメが通った。うわー、こんな可愛い。ごめんなさい、これも取っときたい。くそバカ野郎、興奮しすぎて潰しちゃった。髪くしゃっちゃった。いや待って、めっちゃ可愛いんだけどこれ。やべ、ラインナップの紙が1枚入ってて。じゃあ出すの、みんな行くぞ。はあ、緊張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 。はあ、頼む、スズメ来て。スパロー、ジャックスパロー。この盆は、待って、これ、え、待って待って、盆ってさ違ったよね。これスズメじゃなかった、この盆。え、この盆スズメだったよね。え、マジで。ちょっと待って。トゥルトゥルトゥル。チラリス。ちょっと待ってよ。え、嘘っしょ。え、待って、その前にね、あれ、このギャムでやる。ギャム倉庫に。あー、ギャム倉庫あっちだ。待って、え、マジで。ちょっと待って。盆で分かっちゃったんだけどさ。あーあー、やっぱりそうだ。やった、みんなスズメ来た。スズメ来た。狙いのスパロー降臨。しかもで、え、待って、思ってた以上のクオリティじゃんこれ。思ってた以上の、これさ、しかも青のり書いたらたこ焼きになるじゃん。うわ、素晴らしい。ちょっと待って、喜びのゴリラっしょ。喜びのゴリラ降臨で、ちょっとハサミで斬鉄バサミ降臨で斬鉄バサミ。うわー、喜びの斬鉄バサミ。マジでか、狙いのスズメ来た。やった、すげえ嬉しい。うわ、マジで。待って、すげえ興奮してんな俺。ちなみにね、みんな知ってると思うけど、俺な29歳な。あ、マーセロ、マーセロ29歳ゴリラだけどさ、この体格であのスズメに喜んでるけど、いやだってね、俺こういうミニチュア大好きなんだよマジで。うわ、え、待って、ボンとかすげえクオリティ高いんだけど、どうするこれ。嘘っしょ。何このクオリティ。あのね、想像以上。値段は378円だった、税込みで確か。あ、待って、レシート見ないと。あ、でも間違いない、378円だった。帰ってくる時見たんだよね。これいくらなんだろう。まあ値段見ないで買ったからさ、いくらなんだろうと思って。うわー、用事もついとるキセキミラコとつかどるってたこ焼きじゃないよ焼きまんじゅうでよちらりなんも言えねえなんも言えねえ待ってめっちゃかわいい待ってやべえ想像以上これ約400円以上の価値があるこれ俺1000円でも買うマジで1000円でも買うこのセットマジすっげえかわいい嘘っしょ何このかわいさ無理じゃない無理でしょスズメの中にまんじゅうがあれこいつ違うぜみたいなかわいすぎるじゃあちょっとさ盆の上にさうわーうわーいやみんなぜひこれ買ってほしいぜひみんなにもゲットしてこの感動と興奮やっぱり想像以上にクオリティいいしでかい重かったからさ相当でかいと思ったんだよ絶対にたまにさこういうやつで中身ちっちゃくて残念な時もあるんだけどこれ重かったからかなりでかいなと思ったんだけどめちゃめちゃね重量感半端ないでかさうわーいやめたくそかわいいスズメあといちご大福だ絶対ゲットしようこのクオリティだったらかぶってもいいし絶対にいちご大福うわー大福欲しいてかスズメの可愛さなそして用事がねここにあるからうわーめっちゃ可愛いこれずっと見てられんなスズメの中にまんじゅうが混じってあーこれ久々にヒット商品だわ俺ヒットしたこれも俺の中のヒット絶対コンプしよう絶対コンプするこれ絶対コンプするめっちゃ可愛いあとねさっきも言った通りこの大福これ欲しいね絶対可愛いぜしかも盆と用事もあるからもうこのセット全部このセットで素晴らしいありがとうございますということで今回は鳥まんじゅうの食玩これ食玩だよねあガムあったもんねギャムあったから食玩のレビュー動画でしたとみんなもぜひ見つけたら買ってみてコンビニにあると思うからいやーいいなーこんな可愛い人形があったとは結構ね動物の人形増えてきたんだけど今んとこナンバーワンかもしれないこれすっげえ可愛いわー狙う虎絨毯そして猫あとカラスを最後に降臨しようから狙うカラスねこの猫の待って黒猫もちょっとねさまんじゅうくれであとねこの猫のセットであったんだけどカラスがいたんだよカラスでカラスもここに真っ黒でちょっと見にくいんだけどうわーいいなー癒されたわーやべえなこの真夜中にこんな興奮するやべえわもう寝なきゃいけないのに興奮して寝れねえこれどうしようめっちゃ可愛いあと文鳥だ次回はねたくさん買ってきて一気に開けるわで文鳥大福見ようぜみんなでよしじゃあまた次回ね次回の大福でお会いしましょう最後はスズメバイバイである真ん中にいるのはまんじゅうですよ真ん中にいるのはスズメじゃないよまんじゅうだよいやースズメかわいいなこのつぶらな瞳がやばいね早く文鳥もゲットしなきゃ超楽しみ